お久しぶりです。失礼。じゃあ前回の続き始めていきたいと思います。まあ、前回はね、ようやくねいろんな苦労したあげくにね、ルカのお母さんを救うことができたぜっていうことだよ。まあ、じゃあビフォーアフターみたいな感じで、まあ、どんな感じになってるのかっていう。おお。とてもいい天気だから火事が終わったらちょっとある散歩でも行こうとかすら、もうやばいっすね。素晴らしくないですか。いつもだったら、なんだろう、座ったのにさ、ちょっと待て、座ったのにさ、なんだろう、立ち上がって、まあ、幸せそうにしてるということで、幸せ。まあいいや。じゃあ、まあイベントは、まあ全部、まあある程度終わっちゃったんでね、もう次行っちゃいましょうかね。まあ、あと、残ってるのは、ただ一つこれなんだよね。まああのジール王国の女王が作った、まあラボさんの力を借りて作ったのはこの、ここに挑もうと思いますけれども、ちょっとそこに行く前に、まあもうね、あそこ行ったらもうガチバトルになるんで、まあ一応買えるものは買っとこうかなと。よっしゃ、まあ、ガンガン買って全部買っとくか。はい、99。これもじゃあ全部買っとくかね。これで、まあ、準備は、まあ、万端でしょ。物を買うならここで買った方がいいですよ。なぜならここなら安く売ってるから。じゃあね、この、まあ、この時代でここに入ることもできるんだけど、まあ、それやるとなんだろう、昔の時代にはまだ残ってしまうんですね。まあいいや。とりあえずこれをじゃあ片付けようかなと思います。誰で行こうかな。じゃあとりあえず、まあ俺のこの宿命メンバーで行こうとするから、とりあえずまあましょうか。どこまで行けるかな。回復してやべ。回復いつ忘れるの。なんだ。やめて。ちょっと帰ろう。いじめて。やめろ。時間を長引かせるんじゃない。その貴様の時間稼ぎだとでも痛いのか、このバカ野郎。さあ、まあやっとおしまい。このアイスのとかめっちゃ好きなんだよ。アイスばっかり使ってるっていうのはどうでもいいと思うんですけど、よし、じゃあちょっと帰って、じゃあ行こうとしましょうか。この音楽、そして女王が俺顔の目まだ分からないというのか。私は永遠の命を手に入れた。私はラボスと共に永遠の命を生きるんですよ。この星のパワースイートリー、ラボス様は1万400年後に現れるであろう。そしてお前たちには希望も夢もないさ。アドバイスはナイス。まあとりあえず言うならば、まあ、あまり物理攻撃は使わずに魔法で全力でぶちかましていくってことだな。まあ、魔王が闇の力をだんだん取り戻しつつあるんでね。
感じになるんじゃないかい。ステータス以上に対する防具をつけてるから何の攻撃も効くわけがない。おっと間違えた。おっと私は間違えてヒールを使ってしまった。なんてことだ。これで私は意味のわからない無駄な時間をちょっと過ごしてしまった。さっきな、よし、おーし倒せた。ナイス。まあブラックホールやるか。英雄の盾だったかな、今もだったんですか。でこいつ普通に攻撃したら攻撃全く効かないから、まあ今くるくる回って影が見えてる時に攻撃すると、まあ攻撃ができるようになるっていうことですね。よっしゃ、行くか。こいつらめっちゃ大嫌いなんで、俺的にもすっげえ投資類なんで、個人的に雑魚的最強的なんじゃないかって思う。壁の敵が出る。新技を持ってファルコンヒットかな。早打撃。こんな技もあるんですよ。さ、これはかなり雑魚戦に使えると思うんで、これはもうどんどん使っちゃってくださいね。どはい。復活も経験値もかなりあるんで。
熟技ポイント手に入れた。素晴らしいね。技を覚えさせようかな。よし、次行ってみようか。よし、どうしようかな。ちょっとさ、技全員に覚えさせていいでしょうか。いろんな技。じゃあやるわ。はい、お久しぶりです。じゃあちょっと、まあ、全員に技を覚えさせたんで今ちょっと頑張ってねで、まあこれも、まあ、こんな感じで、まあ全部覚えさせたんで、もう腕回も全ての力を加えましたんで。いや、てかもうこれから先のバトルは結構もう厳しいものになるんで、まあ一応全員に技を覚えさせていかないと、まあやばいことになるんでね。まあなんだ、すいませんねっていうほっ、あべ、見つかったか。まあいいや、やってやろうじゃないかと思ったが、いや、やろう。なんでもないっす。よし、はい、ズバッと。まあこの技はめっちゃ便利だ。てか、まあせっかく技覚えたから、まあ、後々出したいね、ちょっと。まあなんかめっちゃ覚えたね。まあ技をね、覚えまくったんでね。もう次から次へとなんか。よし、まあ、いや、連携技を覚えまくれましたっていう感じですかね。ちゃっちゃらちゃっちゃら。下の二人はもう、今のさっき戦ったんだけど、まあいいや、上のやつも。じゃあこれもやるか。いや、本当は覚えた技早速使いたいんだけど、ね、こいつらはちょっと俺かなり大っ嫌いなんで、いや普通にこれでやらせていただきます。あの上の2匹はね、結構ねマジックポイント吸い取ったりするんで、すげえうっとうしいんで気をつけてくださいねって感じで、まあ、こんな感じだね。はい、ここもねかなり経験値が手に入るんで、もう俺昔やり込んだ時はもう、あのずっと何回も往復しても、まあ、ここでレベルをマックスまで上げたこともあるんで、まあ、俺、多分そこが一番おすすめなんじゃないかな。はい。敵を出てこないでちょうだいね。お願いしますね。と言いたいとこだけど、残念なことに。ああ、これはね、何もしないでください。あの、これ、共食いするから、まあ、最後の一人になるまで、一匹になるまで、放置。お、ちょうどいいね。ぶちかまそう。三人技。せっかくだからね。はい。まあ、これ、一人になったら、やっちまえと。え、くすぎる、ボーン。まあ、こんな技。覚えましたよって感じで。あー、こいつら、ええわ。カットだな、これは完全に。まあ、こんにちは、さよなら。よし。倒したぜ。はい。左手は何もないんで、敵が出るだけなんで。あー、逃げました。めんどくさいんで。よっしゃー、ララララッタッチャッチャンチャン、チャラッチャンチャラチャン。あー、こいつらは、いいや。バイバーイ。よし。倒したね。まあ今までずっと魔を連れてたのは、まあ技、おせ、なんだろう、バトルさせて技ポイントをどんどん貯めるためだったんだけどね。左だったかな。まあ大丈夫だったか。よし。まあもう技を覚えたんで、まあ魔王も適度に入れながら、メンバー変えてみるか。何しよっかな。まあ、マールとルッカ行ってみるか。ちょっと装備変えてみましょう。なんか技ないかな。覚えてねえな。これでめっちゃ覚えたんで、わざ覚えたんで、これもじゃあ試してみようか。お宝、回復。最近セーブしてもなんか、ロードした時にまた、なんだ、セーブが、セーブデータが消えてるって謎の現象が起きてるんで、なんか買いますか？はい。いいものたくさんあるよ。そう、ここでね、いろいろ買っといた方がいいですよ。買えるだけだもん。お金全部使ってもいいんじゃないかとか、どうしても使わないだろうし、ここから先。もっと。それは若干のネタバレになっちゃったな。まあいいや。失礼。ありがとう。よし、あなたがこのアークナーから目覚めたいんだったら、私がとにかく、ダメだ。
まあ、ここから出たいんだったら、まあ、出してあげますよってことで。だけど、俺は行きません。行かないっす。さよならっす。ああ、ここはね、もう変なやつがいたね。このパートどこへ行くかな。いろいろ技を覚えたから潰そうと思ったけど、こいつはね、残念ながら炎しか効かないんですよ。だからこれをやるしかないんです。せっかく新技使いたかったんだけどね。はい、でも、まあ、あれね、普通にまあ攻撃も効くんだけど、物理攻撃とかそれやるとめっちゃ大打撃を食らうんで、こいつらはちょうどいいんじゃないかな。じゃあマールとルッカの合体技をぶちかましてみようか。やめましょうね、やめましょうね。もしや、うわっ、ざけんなよ。せっかくのマールさん、マールさん、ちょっと目覚ましていただけないでしょうか。ちょっとダメか。しょうがねえな、しょうがねえな、こいつら。ほんとしょうがねえやろうな。はい、なんだよ、見せ場がねえじゃねえか。最悪だな、こいつは。ゴンザレスモノキ。まったく。まあ、このね、もう敵はもうバリエーションがめっちゃ多いんで、まずは今スルッとさーっとスルーして。いけるかな、いけるかな。ういよいしょ。はっ。はっ。よし。やだ、お前ら、めんどくさい。めんどくさい。じゃあいいや。バトルでカット。はい。見事逃げ合わせたぞ。さあ、どうしようかな、こいつらは。よし。本当は、技を使いたかったんだけど、カット。で、カットして、ね。ちょっと待て。まあね、こいつらにぶちかましてみようか。あー、こいつがいたか。参りましたね。じゃあカット。なんてことだ、技を使う機会がないじゃないですか。じゃあこいつら、あ、こいつらでいいや。やっとできたな、まともな実験台がな。嘘でしょ。ちょっと待って、やめようね、そこすんの。うわ、カット。なんだよ、見せ場与えろよ。あのゴンザレス野郎だ。ゴンザレス野郎、そうか、ゴンザレスに、あのルッカの発明品のポンコツロボットに覚えた技をぶちかましていくってのも悪くないかもしれないね。さあ、てと今何分ぐらいやってるのかな。まあ、ちょっと長くなるかもしんないけど、勘弁してちょうだいね。あれ、ちょうどいい、やっとだよ。こいつならな、できんべ。できるはず。じゃあ、これだ。あれ、よし。シュイッドン。あ、ゼロ。何？ゼロか。ゼロだっけ？マジか。効かないの。ちょっと待って、こいつは何が効くんだ？うわ、なんか気持ち悪いな、なんか。エイリアン見てたな。なんだこいつは。あ、そうだ。ちょっとレベル上げ。レベル上げに専念したんで、バトルスピード。あれだ。レベル上げじゃねえや。技を覚えるのに専念したんで。バトルスピードをね。下げたままだったわ。あ、属性の効かないのがあるのか。じゃあ、まあちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これをじゃあ回して、どうしよっかな、次は誰と誰の技にしようかね。ここはまあ普通にスルーしますと。なんかないかな、誰かないかな、いいやつが。ああ、じゃあいいや。なんか、あ、ダメだ。効かねえもん、どうせ。あの、クロノの技しか。じゃあ、こいつらだったらいいか。こいつら、なら大丈夫だな。なんで。夜悪いな、俺もよ。なかなかな。人生うまくいかねえな。
はい、三人技。サンダガとファインガとアイスガを合わせた技ということでね。はい、まあ、気が向いたら全員のなんだろう合体技とかどんな感じになるのかっていうのは、おまけ編みたいな感じで作るかもしれないです。でもこれまでにしようかな。じゃあ Thanks for watching. See you.